マドレーヌルノーは、フランスの女優。コメディフランセーズ、ルノー・バロー劇団、および映画で活躍した。パリに生まれた。本名・リュシー・マドレーヌルノー。中東教育を受けて後、文学に興味を持ち、小説、戯曲などを書いた。フランス国立高等演劇学校に入り、ラファエル・デュフロのクラスで学んだ。同級に、シャルル・ボワイエがいた。 1920年の新旧公演では、モリエールの、女房学校のアニュース役で二等賞を得た。翌1921年の卒業公演では、マリーベルト一等賞を分かち合い、二人揃って、コメディフランセーズにいる雑誌だ。1923年、銅座の幹部俳優、シャルル・グランバルと結婚し、間もなく離婚したが、一難ジャンピエール・グランバルを得た。 1926年、ミュッセの若い娘は何を夢見るかをマリーベルと主演した。1936年、風切りの映画、美しき青春で共演したザイヤの若手俳優、ジャンルイ・バローと、1940年頃を結婚した。1944年、ナチスがパリを撤退した後、コメディフランセーズの運営委員会委員となった。1946年、 バローと共に銅座を去って、ルノー・バロー劇団を結成し、マリニ劇場を本拠とした。1959年、時の文化賞、アンドレ・マルローの要請により、バローは、オデオン座の支配人となり、劇団を転入したが、1968年、5月革命の学生らに、劇場の選挙を許した角で、 オデオン座を割れ、エリーゼモン・マルトル劇場、オルセ駅構内の仮小屋など点々とした後、1981年、ロンポワン劇場に落ち着いた。ルノー・バロー劇団は、外国公演も行い、日本には、1960年、1977年、1979年の3回、来演した。1977年、1979年の来日時には、 息子のジャンピエール・グランバルを演出家として帯同した。1994年9月、夫ジャンルイバ・バローボツの8ヶ月後、パリ・北西高のヌイ・シュル・セーヌで死去した。二人でパッシー墓地に眠っている。1922年以降、40本近い映画に出演した。コメディ・フランセーズ時代には、127の役を演じたという。その後も含めた演目は、 以下の例示のように古典から前衛にまで及んだ。シェイクスピアのハムレット、モリエールの人間嫌い、マリボー、偽りの告白、ミュッセの若い娘は何を夢見るか、アテウマ、ポール・クローデル、シュスの靴、黄金の塔、ジロ・ドゥー、ミアビカ、リュクレースのために、ピエール・レストランゲスの三色旗、カフカの審判、モンテルランのシセル女王、 アルマンサラ・クルーの怒りの夜、サミュエル・ベケットの幸福な日々、ジャンジュネの屏風、マルグリット・デュラスのサバナ・ベイ子立ちの中の日々、ビオルヌの犯罪、フランソワ・ビエドゥーのドンテンの後、ヒギンズのハロルド・トモード原作の映画の日本タイトル、ハロルド・トモード少年は虹を渡る。前の数字は、初公開の後の数字は、日本公開の西暦年次である。 いろいろなウェブ情報のほか、ありがとうございます。